はい、土のバー研究室へようこそ。ようこそ。はい、というわけで今日は作業用動画ですから、すごい久しぶりに撮りますね。本当だね。うん、暇な時に見ていただければと思います。はい、はい、最近ね、うん、プレゼントいただいたりなんかしたりして、はい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 、はい、送ってきていただいてるじゃないですか。うん、すごいよね。すごいね。なんかそのさ、始めたばっかりの頃は、うん、なんちゅうかな、ちょっと憧れの、はい、事柄だったじゃないですか。はい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 、ね、他のお酒系 YouTuber で店舗持ってる方がやっていて、うん、で、ね、プレゼントなんかその視聴者から送られてきましたなんてやってるのはいいなとか言ってさ、はい、いやこういうことになってきたら面白いよねってことが起き始めたってのは、ね、なんかさ、もう想像をやっぱ超えてくるよね。そうですね、 YouTube っていうのはそうだね。すごいですね。すごいびっくりよ。結構すげえの送ってくれるじゃないですか、うん、面白いの、うん、なんかさ、おかしいよね。ちょっとそこは想像とちょっと違ううわー山崎だとかさ、うん、そうだね、ちょっとなんかわーみたいな、なんかね、黒ラボさん的なことだと、ウイスキーばっかりだったりとか、全然ちょっと面白い系なんだよね。やっぱそっちなのかな。そっちですね。ちょっとそっち寄りだもんね。そっちっすね。ってことは、もう送られてくるものはそっち寄りのものが多いってことだっていうのかね。ねるねるねるねとか大量に届く。やだやだ、それはどうにもなんねえってバカなわけだな。ねるねるねるねだなって。ちょっと違うじゃん。軽いなっつって。なんか軽いと。あれとか言って。手紙入っててね。ねるねるねるね送りますから、ね。どうなってんだよ。いずれは動画にしづらくなってきちゃう。紹介しようがないものとかも入ってたりするかもしれないですね。なっちゃうじゃないですか。多少もそのだけ絡めていただけるとありがたいけどなと思うんだけど、ね、まあでも面白いし、うん、なんかありがたいよ ね、 そうですね。なんか一緒に盛り上げてもらえる感じがありがたいっすよね、うん、本当と思うな。どうなってくんだろうね、うん、ちょっと分かんないよね、この先どうなるかね。そうですね、うん、もうそろそろ3000人の登録者になるのかな。ああ3000人か、うん、3000人か。2月3月4月5月ね、4ヶ月。ああそっかそっか、ちょうど4ヶ月と1週間くらいか、今撮ってる日で。あ、そうなんだ、うん、そうですね。まあ3000人ぐらいからちょっとこう伸び始めるのかな、確か3000人か5000人ぐらいからギュンって伸び始めるっていうふうには、一応数字上のなんか YouTube のなんかいろいろそういうデータを見るとそうなってるらしいんですけど、ははどうなんだろうね、わかんないけど ね、まあ、ね、まあ地道にコツコツやっていけば、なんかある程度にはなってるのかなとは思うんですけどね。そうですね、うんうん、まあでもやっぱり20万人ぐらい行きたいですよね常々言ってますからね、うん、20万人ぐらい行きたいなと。20万でいいんですか。100万とかさ、あそれはそれは、まあ、まず今年の目標20万、今年の目標20万そうで、もう来年再来年と、うんうん、いずれ100万人ね、はいはいはい、100万人ってのはやばいぜマジでね。ああ字幕ですよやっぱり。テロップ、はいはいはい、あれ今自動翻訳のテロップが採用してるじゃないですか、はいはいはい、うん、あれとてもじゃないけどね。ああそうか、字幕のテロップ、字幕ね、うん、あの海外向けのってことか、うんうんうん、あれは海外のそういうあれだよね、本当に精通してる人が、うんうん、こう入れてくれないと無理だぜ。そうですね。そう。あれでも、うん、きっちりとした日本語翻訳のセットを誰かが書いてそこに登録しとけば、はいはいはい、きっちりした日本語を、はい、英語なり中国語なり多言語に変換するはずなんで。なるほどね。日本語を生成した時点でおかしな日本語になっちゃってるんで。あ、そういうことか。だから、あじゃあそもうこうバーってあったら、うん、しっかりとしたものを日本語でベタ打ちしちゃえばいいんですよ。ベタ打ちしちゃえばいいんだ、う
自分の口語を、はいはいはい、でそしたらそれがこう変換されるんだ。そうですね。あ、そういう語変換じゃない、ちゃんとした日本語になるから。今だってなんか普通にさ、なんか普通生成されるやつはさ、どしぼれたなったりしない？たまにしますね。そんなこと言ってないよみたいなね。やばいやばいってのはあるもんね。ありますね。あ、そういうことか。はい、それをね、ベタ打ちできればなぁとは思うんですけど、うん、そこに費やす時間がないんですよ。確かにね。あ、そういう仕組みだと思いますよ。へぇ、なるほど。そう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 。そういうことなんだね、うん、まあでも確かにちょっと海外に向けないと酒系の YouTuber は100万とかいかないね。おそらくそうですね、うん、限度があると思いますね。限度はまあ多分そうだね。それかもうめっちゃ面白系に特化するかとかね。だから結局YouTube って最終的には総合力なんですよ。あ、何でもできるみたいなことなんで、はい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 、だからでも本当やっぱりそれこそ何十万人とか行かないと、うん、ぶっちゃけ好きなことはできないんですよ。お、そうですね。そう、求められてるものを一生懸命やってって、はい、でいずれやっと好きなことができ始めるってことになってきて、うん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 、で好きなことっていうのがじゃあ何かって言ったら、はい、本当にそれこそもうトップ YouTuber みたいに何やったってウケるみたいな状態が起きるのはもうそのぐらいになっていかないとだから、うん、まだちょっとですね。そうですね、我々好きなことやり始めるとね、えらいことひどいことに、ひどいことになる、ひどいことに、ひどすぎるから。本当にもう、ね、ちょこちょこね、うん、ツイッターの動画でもね、そう、ツイッターツイッターでぜひね、基本的に岩ちゃんの方でねアップをしてるんだけど、マジひどいからね。ふざけてんじゃん。全力でふざけてますね。うん、まあ、この動画が上がった時点でそれがアップされてるか分かんないけど、うん、ある程度ちょっと長めの撮ったあの動画あるじゃないですか。ありますね。せっかく俺が一生懸命やったのに、はい、途中で岩ちゃんが使えないっすねこれは使えないっすねとかって、これツイッターっすねとか俺たちのオクラツイッターに行くのそうそうダメだなっつって。まあそれはツイッターにねあげますから、うんうん、まあ僕と岩ちゃんのツイッターをそうです、ね、フォローしていただければと思いますが、クソのほどふざけて多分ねあまり良くはないよね。そうですね、うん、多分このチャンネルには合わないよね。そうですね、うん、色ではない。急にどうしたお前らってなりますからね。なるね、うん、まあお前らっていうか俺しか映ってないから結局のとこ俺しか映ってないじゃん。急にどうしたお前ってなる。なるほどね、うん、そっかそっか。そうでもさ、なんか本当はあれやりたいんだよね、うん、どっちかっつうと本当はあれをやりたい。あ、そうですね、あれ系を YouTube でやりたいあれやばいぞ。でもやりたいんだよ、本当はね。あんな感じやりたいんだよね。やりたいですね、うん、田んぼの林の中からラフロイグの瓶持って走って出てきたい。そうそうそう山の中から泥だらけで、おはようございますなんつって朝の4時ぐらいにカメラ回してあ、おはようございますつってパジャマ着てパジャマ着てパジャマドロッドロでねラクロイグ一本持って出てくるってそんなのがね、いいよね。やりたいですね。やりたいんだけどねちょっと色が違いすぎるね、うん、急にわけわかんない。そうなんだよ。だからちょっとさ、だってさ、ぶっちゃけよ、はい、今までやってることでも、うん、ちょっとふざけてるって言われるんですよ。そうですね、全然ふざけてないよ。全くふざけてないじゃん。ねるねるねるねを練ってるとかさ、うん、米をシェイクするとかさ、うんうん、別にふざけてないじゃないですか。そんな普通のことですよね。そうなんだよ、うん、もう普通っていうかちょっと弱いぐらいじゃん。そうですね。だからそれでもなんか結構見てる人たちというか一部かもしれないけど、うんうんうん、ちょっとバラエティ系とかふざけてるって言われるじゃないですか、うんうんうん、我々至って真剣にやってる。そうですね、あれは真剣にやってるだけど、あの唯一ふざけてて使ったのがあれですね、三ツ矢サイダー三ツ矢サイダーはちょっとふざけたね。あれは全力でふざけてましたね。ちょっとふざけたね、あれね。あれはちょっとふざけた。おまけ動画、おまけ動画ね。なんだっけ、カナディアンクラブ。あ、そうだ、カナディアンクラブのおまけだ、はい、あれ使ったけどね。使いましたね。でもあれでも若干だもんねあれでもそうですね。そうだよね、うん、だって本当ツイッターにあの上げようとしてるやつさんがやばいじゃないですか。やばいですね。そしたら、うん、多分そうだよね、うん、
変なファンがついて今までのファンが抜けるぐらいの勢いで YouTube で上げたらそうですね、これところてんみたいになるぐらいの勢いじゃないですか。はい、色が違うもんね。うん、だってさ、あのまだこれは公開してないし撮ってもないけど、まだちょっと作り途中というかさ、うん、あれ、ね、あれあれできたらめちゃめちゃかっこいいと思う。あれかっこいい、めっちゃかっこいいじゃん、あれできたら、うんうん、なのにあれがあったらやばいよね。やばいそうだよね、めっちゃかっこいいのあるのにあれがツイッターに上げるやつがあったらやばいわ、確かダメだわ。どう、もうわけわかんなくなるよ。甘い辛いみたいなもんね。ちょっとそうだね、そう考えるとちょっとやっぱ、まあ、あれはちょっとパンチが強すぎですよね。NG にしてくれてよかったわ。僕が止めなきゃ言ったつもりでしょ、あれ多分。ちょっと言ってたかもしれない。勇気を出して用意どんどんやっちゃった。ハイアップってやってたかもしれないわ。危なかったね。よかった。いやでも、やってみる価値はありそうだけどね。いやちょっとギャップがすごすぎるよ。まあ、まずはツイッターの方でね。そうだよ、ツイッター、とりあえずツイッター。僕のあの YouTube アカウントにあげるとかどうですか。だから、サブチャンを作るしかないと思うよ。あ、そうなったら早々に、早々にいや、ああいうのが溜まってくればね。ああまあね、だってなかなか撮れないから。だってあれだ、もう初めのカット、ワンカット、はい、1本目のカット撮った段階で、あ、これダメだなって思いました。そんなに、あれこれダメだなって思って。だってさ、俺がさ、じゃあこういう風にしようよって言ってさ、ちょっと企画してさ、岩ちゃんに見せてた時はさ、いいっすね、面白いっすね、面白いっすねとかね、ハッハッハッとかって腹抱えてさ、それ行きましょうよとか言ってさ、で一本目撮った時に、だからじゃあ数本撮った後になんか渋い顔してて、でも撮ってる最中はちょっとニヤニヤとかさ、ちょっと笑ったりするのにね、なんかちょっとふっと冷静になるんだろうね。ふっと冷静になった時にさ、ダメっすねとか、ダメっすね、一生懸命やったんですけど、結構疲れたぜあれ。役が大変だったもん、役作りがね。そうだよ、一回ちょっと入り込みに入りますもん。そう、一回ちょっと入れ下ろさせて、役作り込みがない。憑依系だから、憑依系の役者なんで。大変だったあれで、意外に大変だったからね。すんごい声も大きかったしね。声も大きいね、今より大きいよ。そんなに声張りますってぐらい大きかった。そうだね、あれも声も聞こえてないから。あ、自分自身には。そう、おろしてるから。わかんない、なんかおろしてるから。通称の声だと思っちゃった。すごいね、すごいですね、そう考えると役者ですね。役者だわ、役者魂だ。役者魂に火がつきました ね、あれはね、うん、まあ、役者魂に火がついたような作品ではないけどね。危ないからね、単純にね。うん、危ねえ野郎が出てるもんね。まあ、まあ設定としてはあれですもんね、バー DT ですもんね。バー DT がバーに来た、そうですね、初めてバーに、初めてのバーみたいな、ね、そうですね、うん、で本当はちゃんと撮りたかったのは、そのバーに初めて来た時には不安事解決だったんですよ。はいはいはい、はい、ね、それをバー DT を演じたことによってもうお蔵入りになるっていうことですよね。はい。ぜひ見ていただきて。そうですね。はい、これはダメだぞって。うん、これはまあ、土のバー研究室では無理だって。言うだったらもう無理でしょって言ってくれればね。はい、コメントにね。うん、いや、まあ、ダメだっつって。無理でしょっつって。いや、いけるじゃんとか。そのね、なんか比率で判断しましょうか。そういうのってどうなんですかね。ツイッターで上げたのを YouTube にダブルでってやっぱダメなのかな。ダメってことないでしょ。だってあの、いや結構多いよ。あ、そうなんだ。例えばあのレペゼン地球の社長とかって、ほうほう、あのなんか借金をしてみたいな、どうやってこうやってきたかって、でこれからどうしていきたいのかみたいな、すごい長い動画があるんだけど、うん、あれはもともとツイッターだ。ツイッターのやつをまた YouTube にもっていう風にやってるから、まあそんな、そっか、自分のものだったらいいんだ。全然 OK ですよ。うん、そうですね。うん、全然 OK です。でいや、いやでもあれはダメだな、ギャップがひでえわ。だってかっけえやつがあるんだもん。うん、うん、でもかっけえやつあって
クソみたいなやつあっても面白くない。まあそれは確かにすごいけどね、どっちもいけるみたいなね。どっちもいける。どうなんだろうね。まあ一回ちょっとツイッターだな。そうですね、あれはね、様子を 見ましょう。様子見ましょう、うん、はい。皆さんね、気軽にね、リツイートで拡散してもらってガン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 ねバズっちゃったりなんかして。でもさ、そうなると5万いいねと。ちょだってそうなるとね、そうなると、うん、今度 YouTube のこのチャンネルがやりづらくなるそれはそれで問題だよ、まあ、あれみたいな、あれ面白かったのにそういう動画全然ないなそういう人たちはね、はい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 、ちょっと違うじゃん、それずれるじゃないですか、うん、難しくなってくるね。そうですね。まあまあでも5万いいねとかいっちゃうんだったら、まあ、アップするしかない、アップするしかないね、そういう時は。ってことは、うん、そっちで認められてるっていうことなら、もっと YouTube でもやっちゃおうよって話になってきて、そうだね、どん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 エスカレートして、エスカレートしてって、うん、ただバー童貞はもうほとんどないぜ、出番が。そうですね。そうですね。多分だってそうだよね。初めてのバーとか、うん、なんかそのバーのこのやっちゃいけないことと、どうすればいいんだろうってことのハウツーにしか使えないから、うん、あ、そうですね。ちょっと無理だね。あのキャラは。あのキャラ無理だよ。あのキャラはもうそんな使えないよ。そんなロングランができないずっと使えませんいくらでもできますもんね、ふざけようとすればね。できるよ、あのいろんなキャラクターはいっぱいあるから。なんだろう、それこそあれって心の声じゃん、うんうんうんね、でその心の声系だったら、心の声が言葉に出ちゃってる系だったら、いろんな人ができるいろんな人ができる。そうですね。そう、例えばすごい知ったかぶりをしてる人とかもできるし、そうですね、うん、そう、ちょっとお高く止まってる女子もできるし、そうですね、何でもできるんだよね、やると思えば。はい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 。そう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 、やっぱふざけたいなまあちょっと生き生きはしたね。そうですね、うん、ソーダストリーム買ってきてラフロイをソーダにしてシャンパンファイトするうわーってありがとうとか言ってバッシャーありがとう、全身ラフロイグつって全然避けないこの人とか言ってそれは面白いよ、面白い全然やれるそういうのはなんか怒られるよね。でもね、怒られますね、きっとね、うん、多分怒られる、怒られる、うん、ここサブちゃんだね。そうなんですよ、広告一切つけないっていう、うん、もうサブちゃんだね、サブちゃんよ。怒られるならそうするしかないですね。そうですね、うん、僕らこういう人なんでみたいな。そうですね、僕らはこういう人なんでっていうことのチャンネルを作るしかないね、はいはい、だってこっちだとちょっと真面目な部分もあるし、うんね、うん、だってそれこそあのコロナが流行った頃にさ、うん、なんかあの皆さんに向けてのメッセージとかも出してるわけだから、そうですね、真面目だもん、真面目にやってるもん。そうなんですよ、そうでした、そうなんだよ、一回そういう方向に舵を取っちゃったんですよね。舵取るっていうか、まあ、あれが素直に出てるからね、まあまあまあ、このチャンネルは、ね、そうですね、うんうん、ちょっとやっぱりふざけられないですね。そうですね。あ、サブチャン作ったらどういうのやりたい？サブチャン作ったらまず、うん、何します？俺はね、あの今まで の, そのメインチャンネルの動画をずっとクソ文句言うっていう、うんうん、ああいいっすね、クソ文句言いながら、まあクソ文句っていうか、なんかすごいバカにしながら解説みたいな、なんだこのハゲとか言いながら解説をするっていう、あ、それも面白いですね、うん、ここが気に食わねえなとか言いながらね、アンチになるっていう、あ、なるほどね、自分たちが自分たちのアンチになるっていうのはやってみたい気がします。確かに確かに、っていうのもあるし、あと何がいいかな、まあふざける系はまあ確かにいろ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 あるんだよね、うん、だって今更だけどさ、うん、あのあれやりたいって言ってたさあのロケ、ああ、まあ、なんだっけ、チャーチルスタイル、チャーチルスタイル、チャーチルスタイルロケか、そうそうそう、はい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 、あれなんかももうこっちのチャンネルじゃ無理じゃないいやでもあれだったらまだいけんじゃない、まだいけるか、まだいけるんじゃないかな、まだいけそうだね、まだいけ、まだいけそう、ただ需要はないよね、需要はないです、すごい時間かかる、需要はないね、
絶対やりたいことって大掛かりなくせに、うん、絶対伸びないでしょっていう内容なんですよ。てか俺たちがいや面白いとか言ってさで俺もさワクワクしながらさあの編集してさで編集し終わってこれは笑えるわってやつ全然伸びないよね。そうなんです、全く伸びない。だから僕らが面白いと思うことがね、うん、よく世間にはそうでね、ファンというかもうすごく見てくれてて、うん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 、僕らのなんかある程度こうライブ配信だったりとか、はいはい、なんかそれこそこうお客さんだったりとか、はいはい、人となりを知ってる人たちはめちゃめちゃ受けてますそうですね、そうめちゃくちゃ受けてる。だからあのリピーターには OK なんですなるほどなるほど。ただ新規には一つも響かないそうですね、急にね、そのねそうなんだね、急にねん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 さ混ぜられてもさ、そうですね、やっぱりその、なんちゅうのそりゃ、チャンネル登録しようと思わないよねそうですね、うん、そういうことだよね。米とかバターとかね、はあ、やったねバターバターだって、俺いつだっけ、昨日だっけ、一昨日だっけ作ったよって言われましたよ、また。へえ。バターが今ね、ないんだって。へえ。スーパーになんかバターがあんまその多くなくて品切れになってたりするらしいですよ。ほうほうほう。だからバター作ったとかってすごい連絡来ましたよ。へえ、うん。すごい腕が大変だったとか言って。そう。完全の何の下調べもなくてただクリアできるんだろうと思ってね、あれね。ひどいよな。そう。全然ちゃんと温めて振りは全然すぐできた。むちゃくちゃすぐできるものが。岩ちゃんのせいで永遠振らされてんだからひでえよね、うん、本当に。まあでもまあそうだね、サブちゃんだな、うん、ちょっと面白いことはね、そうですね、うん、やっていきたいです、ね、ではサブちゃんでそういうのだったらバラエティ系だから、うん、本当完全だね、うんうんうん、だからそっちだったらそれこそなんだろう、まあ勝手に車買い替えるとかもできましたそこまでね、お金があればね、そうそうそ う, そう、ね、だからすごい収益がね、伸びてくるから、ね、そういうこともできるようになるわけじゃないですか、そっちはそっちで、ね、なんか自由だもんね、そうですね、そうだよ、そうだね、岩ちゃんにずっとハニートラップを仕掛けるとか、長い、ロングランだ、半年とかかけばハニートラップを仕掛ける、それを番組にするとか。ピピッとかってピピッとかトライポーチつって今ちょっとこのサングラスしますし入ってた入ってたってそんなもありだしねできるよね、いろいろ。そうですね、うん、何でもありなもんね、サブちゃんはね。サブちゃん何でもあり。うちの猫ずっと撮ってる動画とか猫まあそうだ、猫動画、そう猫、あと巨乳をね、そうですね用意してね、巨乳を用意して猫巨乳でね、猫と巨乳で、猫と巨乳は跳ねるのかって題名でね本当に跳ねるのかっつってねやりたいな、それ。そうだ、そうね、横にラーメン置いてねラーメン置いて、そう、猫巨乳ラーメンは跳ねるってYouTube はこれが跳ねるって言われてますからそしたらもうそれで、うん、本当に跳ねるのか検証みたいな。そうですね、うん、もう全然関係ないけどね。メイク動画とかも貼れるっていう。メイク俺のメイク動画ね。あいいね、ちょやりたいね、それね。俺のメイク動画、うん、すんごいことになってる。ライティングこんな感じ、もっと明るく焚いて、白く焚いて、ヒゲ剃るところ始まる。ヒゲ剃るところ始まる。もっとガチガチドアップにして。ちょいちょいお化粧品の説明して。これがあるなんて。どこどこのどこどこのとかして。やったことねえからわかんねえそれはあのほら勉強してもらってちょっと待って、時間かかるねそっち系労力が半端なくない、化粧がまずできないからね。それかプロのメイクさん呼んで、ああそうかそうか、で化粧してもらって、うんうん、でどんくらい可愛くなるかっていう、化けるかっていう、なるほど、右と左だけでやるってことアシュラマンみたいなこっちで向いてでこっち半分の面作って半分のズラ作って、すごいこっち可愛いけど、こっちただのおっさんみたいな。で、それで街散歩行くの。はい、罰ゲームとか言って、これであの今日はとか言って六本木に行きます。
やべえの来たっつって。やべえの来たっつって。いいな、まあ、そんなのもありですけどね、うん、しんどいね、しんどいね、ちょっとしんどいこれどういう、だからそのさ、うん、だからちょっとなんか他のお酒系 YouTuber さんとはなんか違うのかなと。あ、我々は、うん、あ、確かにそうなんですよね。そうですね、うん、皆さん真面目だよね。真面目だと思います、ね、不真面目なとこ1ミリもないんじゃないですか。みんな、俺不真面目なとこ見たことねえわ。そういえばでしょうね。ないわ。そうなんですよそうだね、ね、本当だわ。ウイスキーは好きだけど、うん、ウイスキー飲みながらバカな話するのも楽しいじゃないですか。まあまあまあ、うん、まあね、だからその延長なんですよね、僕の感覚だと。はい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 、まあ確かにうちのこのお店の感じもそうだけど、うん、まあどっちかっていうとなんかしっとりというよりはなんかね、隣のお客さんとも仲良くなっちゃうみたいな、なんかそんな傾向があるからね。そうですね、うん、でね、ちょっと、まあ、夜も深くなりゃちょっと笑える、ね、うん、話だったりとか、うん、若干下ネタも入ってきたりとか、うんうん、なんかそんな感じだもんね、うん、だから、うん、ちょっとライトだからね。そうですね、うん、やっぱだその傾向があるよね、うんうん、そうだよな、ふざけないよね、普通お酒でバーテンダーでやってて、あ、やっぱりそのさ、バーテンダーっていうその培ってきたみんなのブランディングがあるじゃん、バーテンダーとしてのブランディングが、そこを考えると確かにふざけないよね。うんで俺バーテンダーの人結構飲んでるところとか結構見てるけど、みんなまあまあまあただの酒飲みなんだまあ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 ね、ね、うん、オンとオフですからね、まあまあ、まあ、そうだよな、オンなんでしょうね、きっと YouTube も。そうだね、うん、うん、僕らはね、どちらかというと僕らはオンでこれだからね。そうオンでじゃあ Twitter のやつ動画を見ていただきたい。ぜひオンであれだからオンであれだ。オフだとそんなに、確かにオフの方が真剣じゃない。そうですね、下手したらそうです、ね、数字見たりとかさそうです、ね、これこうなんじゃねえかとか言ってたりとか。オフの方がそうだよね、真剣だよね。そうですね、そうだね。カメラが回ってない時の方が、うん、もうなんかほとんど喋ってなかったりとかしてそうだわ。そうですね、うんうん、難しい顔してるかもしれない確かにね。そうですね、うん、逆なのかもしれない。逆なのかな。普通どうなんでしょうね。そうだね、どうなんだろうね。人間ですからねなんだ三つおか人間ですからねそうだね、人間だものっつって、ね、そうですね、人間だもの、生きてるんだものそうだよな、どうなんだろう他の、うん、ね、ね、プライベートで会ってみたいですよ。会ってみた。あ、でもまあ一人だもんね。あ、そっかそっか。一人だとああなるよ。そうですか。いや、ふざけらんないね、一人じゃね。一人でやれないよ。一人でやってるさ、まあ普通の別のね、お酒系じゃなくて、YouTuber で、うん、ふざけてるというか、なんか、まあちょっとね、バラエティじゃないけど、そういう風にやってる一人の YouTuber っているけど、うん、まあ狂ってもな。一人でそんな感じって。そうだね、うん、ソロはやっぱり辛いね。ソロでやるんだったら真剣じゃないと多分続かんよね。そうですね、だってさ、一人でさ、カメラこさえてさ、誰もいないシーンとしたところでさ、急にさ、イエーイとかできないでしょすごい一人じゃん、ずっと。そうですね、寝る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 今ナウでさ、それ多分バラエティな感じでやるんだったら今ナウで反応ないときついもん。確かにそうですね。そう、岩ちゃん笑ってねえなとか、もうちょっとエンジンかけるかみたいなさことじゃないですか。なるほどなるほど、うん、これあれ違ったのかなとかさ、その反応がないと無理じゃない、うん、
ずっとなんか一人が俺これ楽しい面白いだろうと思ってこうやらなくちゃいけないっていうさ、大変さはあるよね、うん、そうですね。そうだよ、だってテレビだってさ一人でさお笑い芸人がって言ったらさスタッフがいる、はいはいはい、いてさ、なんかその感じがあるわけじゃない、はい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 、そうだよ、そうですね、カメラと1対1になっちゃいますもんね。カメラと1対1では、ちょっと大変だね。そうだよな、そりゃそうですよ、無理ですよそうね、うん、2人か、2人とかだったらふざけられる、うん、完全に2人で画面に映るのが辛いですよね。2人で画面に映るって結構なんだろう、もっと広い空間だったら可能なんですよ。あとね、うん、あれなんだよ、美しくないとダメなのよ、ある程度、あ見てくれが、はい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 、美しければ大体いけるよ。ああなるほどね、うん、綺麗なものが2つ並んで、そう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 、綺麗なものが、うんうん、綺麗なお姉ちゃんとイケメンとか、そういう感じだといけるから、はい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 、うん、だけどまあおっちゃんやんけね、はい、きついんですよ笑顔持たないって、ね、笑顔持たん、はいはいはい、もう俺も見るに耐えんとなるからまだ一人だからある程度空間があるからなんかちょっとあれでしょ、緩和されるんでしょ、そうですね、ちょっと広いから広いから画面に対してね、閉めてる割合がほら、そうなんだよ、これちょっと近って言ってみ、ちょっと嫌でしょ、嫌だな倍率上げてさ、顔だけでこうやって撮ってたらさ、何してんだよ、これダメだよ、これこれダメだよ、これいいかも。それでちょっとツッチーのバー研究室へようこそ。ツッチーのバー研究室へようこそ。近いじゃねえ。何してんだよ。戻した、戻したの、はい、戻りました。左に行っていいか。一回。OK。はい。適当か。ね、そう。そういうことなんだよ。うん、結局。これがほら本田翼だったらいいわけでしょ。かわいいもんね。ね、いいわけでしょ。それが。いい。女の子のピンとかだったらね。そうなんだよ。アップでもいいわけじゃないですか。それやっぱりさ、女の子得だよね。女の子はすごいね、なんかある程度までの一定のある程度のレベルまでは得よ。ただそこから抜けないよ。ああなるほどね、みんな頭打ちになっちゃってフラットになっちゃうってこと。そうそうそう、そうなんですよ。だから例えば10万人ぐらいまでとか、だから4万人とか5万人とか10万人ぐらいまではパンパンパンっていくけど、そっからがなんかこうあんまりずーっとって感じな気がする。なるほどね。女性系の YouTuber でぶっ飛んでなんかバーンっていってる子ってすごい少ないもんね。男に比べたら少ないんですよ。あとね、やっぱ女の子は大変だよ。まあね、身の安全も守らなきゃいけないですからね。そうそうそう、それもあるし、素顔を公開してやってるからさ、リスクが男より断然高いじゃないですか、うん、だってさ、男だってさ、うん、下手したらストーカーみたいなことの被害があったりする人もいるんじゃない。俺はねえはい、すいません、俺はねえんだよ。想像しちゃった想像しちゃった。なんで想像すんだよで、それ想像してどうだったの。想像してどうだったの教えて。めっちゃ面白かった。想像してどうだったの。俺が悩んでた。見せきて見せきて、いやー岩ちゃんさ、最近ちょっと怖くてとかそうじゃないよ。ねえよ、ねえだろ、ないよ。いやもうさ、ずっといるんだよねとか出待ちとか、出待ちとかないからでも男の人でもいるじゃん、うんうん、結局、うん、だからそう、芸に比べたら女の人はもっといるもんね、絶対ね、うん、絶対いますよ。そうだよな、熱狂的なっていうか、もう狂気に満ち溢れてる方とかねいるよね、うん、あでもどっちなんだろうね、女の人でも狂気に満ち溢れてる人いるもんね。あまあね、どっちなんだろうね、うん、難しいね、怖いよ ね、 怖いね、まあ、どっちにしろ怖いか。そうね、うん、だからあんま縁がない話だね、俺たち。はい、そうですね、全く縁がないね。僕なんか露出してないですし。それは一番いいのよ、うん、やあちゃんはね、露出しないのが一番いいよ。だって絶対これで多分
分それなりのチャンネル登録者数とかにすぐなってっても、うん、街歩けるよ、うん、全然余裕で、うん、俺は歩けないっすよ。もう歩けないっすよ。2人でどっか出かけるときはどうちょっと距離を取ればいいですか。違うよ、もう俺がすごいもうズラとかかぶる一撃一撃絶対わかんないです。わかんない髪の毛があれば絶対わかんないでしょ。だってもうツッチーだとは思わないよ絶対に。そう、ね、髪の毛あってちょっとサングラスしてマスクしてたりとかしたらもうツッチーだとは絶対思わないよそうですね。そうでしょ、うんうん、どれぐらいからなんですかね。どうなんだろうねツッチーさんって。いやどうなんだろう。スーパーお買い物行ってて声かけられたり。そんなの未だにある今でもあるそんなの。だから YouTube 始める前から全然俺一回ね、あ、Facebook のって言われたこと。ああ Facebook の人だとかって言われたことある。前のやつね、 YouTube 始める前のやつ、うん、全然そう、 YouTube 始める前のやつで、うん、そうあるよそんなの。でもいやでもな、わかんねえな、いつからなんだろうね、うん、人によるんじゃないですかね、それもね。そうですね、うん、まあどうなんだろうね。面白いけどね、そうなったら。そうなったらそうなったら面白いけどね、うん、どう思うんだろうねその時ね、うん、自分はどう思うんだろうね。あ、一緒に写真とか撮ってあげたりとかね。あ、全然全然撮りますよ。撮りたくないでしょ撮りたい。いや僕だったら撮りたいですか。俺と撮りたくないです。インスタ映えしないよ。しない。ツイッター映えはするかもしれない。ツイッター映えはするね。ツイッター映えはするかもしれないね結局ツイッター系なんだ。そうですね。そう、最近気づいたのよ、 YouTube もツイッター系とインスタ系がある。あ、はいはい、気がつきましたね。うちはもう完全にツイッターですね。完全ツイッター、ね、ツイッターですね、はい、そう、インスタ系はもう綺麗だから。そうですね、キラキラってしてキラキラーして、うん、そうなんですよね。やろうと思えばできますよ。できないですよ、この画角じゃ。それはだからほらこの先考えてるようなことだから ね、あればっかりだったらできるかもしれないね。俺出ないし、うんうんうん、俺出ないじゃないですか、うんうん、俺出たとしてもこっからここまでしか出ないでしょ。そうですね、うん、だからそうだね。そうです。あのダイエット企画どうするんですか。ああ、いいっすよ、やりますダイエット企画やりましょうよ本当だからあれを本当出すのはおまけの最後の方ちょろっととかね。あ、でそれがちょこ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 たまにあるぐらいの感じで、うんうん、いいっすよ、やりましょうかマジ太ったからな。マジ太ったよ今。どういう設定にします。現在の体重を公開して、うん、目標を設定して。そうだね。で、一本動画上げるごとに、うん、一本動画上げるごとにってきつくない。でもまあそうだって、ほぼ毎日上がってる時あるんだからさ。うん、だからなんか岩ちゃんが抜き打ちでそろそろだなって、うん、でもほら撮影がだいたい週1じゃないですか、うんうん、僕らって、うんうん、で撮りダメじゃないですか、うんうん、だから毎週1回とか、ね、なるほど、うん、そっかそっか、抜き打ちチェックみたいな、はいはいはい、そんな感じだといいんじゃない、うん、あれ増えてますけどみたいな夜中食べてんでしょまた夜中ラーメン食べてんでしょみたいな、ね、こんな感じです。だといいんじゃない。そうね、うん、それもね、やろうね。いや、面白いです。それはやろう、俺の健康のために死ぬぜだ、ね、死ぬぜって。今マジ死ぬよだってバーテンダーって基本的に寿命も短いんだから、うん、結局昼夜逆転でさ、うんうん、ほんで不摂生じゃないですか、うん、ね。お店によってはだって何時間8時間とか9時間とかずっとね、うん、立ちっぱなしでね。そうですね、仕込みからだ行ったらもうね。そう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 、昼から起きてるうちは立ちっぱなしでみたいなね。そうね、大体、うん、まああんまりこの夜中3時とかまでやってるバーってそんなになんですけどね、うん、都内とかだと12時とかで閉まるじゃないですか、うんうんうん、はいはい、まあすごく長くやってるとこもあるけど、うん、そっちの方が一部だったりするから、うん、でもそういう人たち、12時ぐらいまでの人たちでも、本当朝とかじゃねえけど、うん、そんくらいまで来てるからね、氷の仕込みである前にあるとかで。ですよね。そう。死ぬよ。ね。死ぬ。死ぬ。マジで。
意外とね、肉体労働ですよね。肉体労働。特にあの氷を相手にしてる時とかね。そうだね。あと、いっぱいお客さんが入った時とか、肉体労働じゃないですか。うん、あと、俺はね、まあ、ほら、今はさ、基本的にさ、厨房に俺入っちゃってるじゃないですか。うんうん、料理作ってるから。はい、だけど、まあ、料理ができるやつがいたりとかした頃はさ、表に出たりするじゃん、うんうんうん、終わったら声ガラガラ、あ、喋りに喋ってくる、そうですね、うん、とかありましたね。そうですね、なんか声ガラガラガラとかって、ちょっとあんたたちなるほど、あんたたち牛タン食べたくないとかそんな感じ。そっかそっか、うん、そう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 、そうだね。まあね、まあでも全然店もね、まだ開けれないんですけど ね、どうなんですかね。千葉県はどうですかね、まだですよね。な、25日にですか、まあ、もう一回ちょっと確認、協議しましょうみたいなお話を。でも実際今日撮ってるのが5月の21ですか。日が変わってるから22かなになったんですかね、うん、まあ21の日にあれが起きたじゃない、うん、一応解除、うん、大阪とか兵庫とか解除になったじゃないですか。あと福岡もその前に解除になったりとかしてたじゃないですか。でも結局バーとかそういうところはちょっとまだちょっと時間を短縮してくださいとか、うんうんうん、だからそういう状態が起きてるらしいんですよ。あれでも接待を伴わなければいいんじゃないの、うんで、そう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 、だからそこら辺が曖昧なのよね。そこはほら我らが千葉県に問い合わせましょうよ。なるほどね。接待は伴ってないんですけど。そうなんだよね。でも今日いろいろさ、そのなんだろう、専門家とかの人たちがいろんな意見をさ、その YouTube でも何でも Twitter でも何でも出してるけど、はいはい、結局こういうところは例えばこっち側の店員がマスクしてとか、はいはい、なんかそういう風にしてねやってれば別にもう問題はないよと。でちょっと密閉されてるんだったら15分に1回とか、空気を入れ替えてやるっていう風にすればまあ問題ないでしょうねとは言われてるけどね、うんうんうん、そう。あとはやっぱりお客さん自身が気をつけるしかないんだよね。ですね。そうだから飲み会は基本的にやっぱりさせたくないんだよ、その国も、はい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 、だから最終的にその夜のそういうお店をある程度時間を短くしてるんですよ、うん、飲み会をさせないっていうことで、てかなんかその飲み会がマジで感染するんだって、はあ、例えば2時間とか3時間とか飲み会しててみんなでわーって喋ってて唾とか飛んでたりするじゃん、はい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 、実際でそのところにはご飯があって、はいはいはい、それでわーってやってるけどみんな酔っ払って気づかないじゃないですか、はい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 、でもほんと細かいからそういうものって見えないんですよ、うん、でそれでそれを食ったりとかしてるから、うん、それで感染するんだって。武漢の感染も3万人とかが一気に集まって、うん、ご飯を食べるなんかなんとかの祭りみたいなのがあるらしいんですよ。へー。それでみんなあんなに爆発して感染したらしいんですよ。へー。でスペインとか の、うん、感染の爆発もなんかそういうお祭りがあったんだって。うん。それでやっぱり爆発してるんだって。だから結局そういうことをさせたくないんだよね。なるほどなるほど。そうそうそう。そっか。だからもうあれだよね、はっきりと例えば3人までだったらいいんじゃないとか、うん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 、そういう感じでね、まあ、基本的にねバーだからね。そうですね、うちはそんなにね大人数ってことはないので、うん、いいけど、うん、でもさほらこれから一回こう解除されて、うん、でまた広がってしまうっていうことがありえるじゃないですか、うんはいはい、やっぱりダメでしたみたいになったらさ、うんうん結局こんなんじゃないですか。そうですね。そうなってしまうと、もうはい経済止めました復活、経済止めました復活、経済止めました復活って、もう一生やっぱり経済動かないっていう、うんうん、この状態があるから、ある程度指針決めないときついよね。うん、全体的に、うん。そうなんですよ。ですね。そう。それは難しいとこなんですよね。うん、でこういうふうに食べましょうとか。うん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 、このぐらいの人数がベストですとか、それ以上の人数はちょっとやめた方がいいですよとか、いずれは なくなるんだから。こういうの置くとかどうなんですか。ああ何、一覧的な、一覧的なパテーションバーのカウンターで。やだなやだよやだなやだよやだな。
ここビニール貼ればいいじゃんって言われたけどね。やだなー。やでしょ。やだやだ。ダサいじゃん。ダサい。それきつくないっつって。こっからこうやって。いらっしゃいっつって。いらっしゃいっつって。お待たせいたしました。サイドカーです。つって。全然カッコつかないよ。そうなんだよね。うん、まあ一人一人が気をつけるといいんですよね、うん、本当は。なんかそういうさ、なんか大きな、ね、飲み会みたいなのしなきゃいいのかな。うん、まだまだね、いずれできるんだから。うん、そうですね。ワクチンもなんか有効なやつがさできたらしいじゃないですか。アメリカで。すごいなんか有効なんだって。でそこの会社の株価バコンって跳ね上がったりとかしてるんですけど、まあ、そういうのはもしかしたら、まあ、まだそれが何だろう、作成段階でこれから知見があって、うん、っていう風な形で多分来年なんだと思うんですよ、うん、来年の多分本当に今頃とかに人間にも使えるよみたいな状態になってくると思うんだけど、もうそうなればね、うん、別に、うん、じゃない、うん、OK じゃないですか。やっぱそこぐらいまでちょっと我慢するしかないけど、まあそうだよね、一人一人が気をつけるしかないよな、うん、そしたらもうみんなでわーって騒げるじゃない、うん、そうね、ね、どうなんでしょうね、こうお店とかオープンとか、まあ、解除になってどうなんのかなと思って、うん、来ないと思いますよやっぱり、うん、あのね、そう、今日ね、飲食店の仲間の人と電話してたんだけど、うん、あの解除されて、うん、で解除されたから、うん、街並み様子を見たんだって、うん、でその人はずっとお店閉めてんだけど、うん、まあ解除されたしお店オープンするにあたって、うん、まあどうなってるかこう一周見てみよう、うんうん、昼時と、うん、あとご飯の夜時の時、うんうん、パーってチャリで走ったらしいんですよ、誰もいないっつって、うん、まあ、結局そうなんですよ。結局そうなんですよ、うん、そうなんだと思います、うん、まあ、そうでしょうね、そうですよ、まあ、そうだよな、その一気にブワーッと来ないよね、来ないですね、うん、限定的な常連さんとかね、うん、そういう方くらいが足を運んでくれる程度、そうでしょうね、でしょうね、うん、でテーブルにちらほら、うんうん、だよな、的な戻りはしないと思いますよ。てか爆発的な飲食店の盛り上がりって普通の時もなかったしね。そうですね。むしろむしろむしろ下降線をたどってたわけだからね。そうですね、うん。果たしてその下降線でどうしていくかっていうことが課題だったからね。まあここのお店は解除されました、オープンしますってなったら、うん、いつも通りにはなると思いますよ。うん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 、かつての感じの入り方をしてくださると思います、うん、もう忙しすぎて無理だみたいにはなんないだろうね、うん、そうだよね、そうですね、さすがに初めてなんですけどっていうお客さんもわんさか来るわけじゃないね、うん、あでも YouTube 効果であるかもしれない、 YouTube 効果ではあるだろうけど、うん、そんなに2700人とか3000人ぐらいのさ登録者のさ、はい、人がさ一気に押し寄せることではないからさ、確かにそうですね、でましてやね、みんな全国に広がってるわけじゃないですか、うんうんうん、そうなるとちょっとね、うん、だやっぱ飲食のあり方を変えるしかなくてね、本当に、まあ、常々言ってるけど、うんうん、だやっぱりほらこの YouTube もそうだし、うん、で YouTube からの、うん、例えば僕らが紹介した何かとか、うん、料理やってる人だったらその料理のミールキットだったりとか、うん、なんかねそういうものだったりとかどん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 出していかなくちゃいけないですよね。そうですね、うん、だからやっぱそっちでも収入があるような、うん、もう柱というか自分たちがやってきたことってさ売れるんですよ、うん、本当に一生懸命みんなそれこそ飲食やってきた人たちってお客さんのこと考えてやってきた人たちばっかりだから、はい、でそうするとさ実はその技術だったりとかその素材だったりとかさ、うん、なんかそのなんだろう、それはセットにしたものだったりとか、うんうん、でもう分解するとすごいいっぱいそのものになったりするんですよね、売れますね、そうそうそう、そういう風にしてねもう売っていくしかないですね、はい、50分あそんな喋ったのそんな喋ったのね、そんな喋ってますね、今49分35、あそうなんだ、36、
337。そっかそっか、うん、ちょっとなんか真剣な話をしてしまったので。そうですね、ちょっと違う話します。そうですね、最後に。そうですね、何がいい、何がある、何かあります。あ、何かあります、何かあります。何かありますか。あっと思い、何かありますか。何がありますか。できる、あれ。僕がやるの。あれできる。さすがにあそこまで白紙の演技はできないです。あ、そう、うん、できないんだ。できないです。そっか、残念だな。すいません。まだちょっとあれだね。ジャックダニエルのをってくらいしかできないです、僕には。まだちょっと恥ずかしさが抜けないね。そうですね、うん、え、違う、あえて恥ずかしいんですよ。あえて恥ずかしい。あ、そこまで言ってる。そう、あえて恥ずかしさも表現しつつですから、今のは。なるほど、なるほどね。役者だね。役者だよ。そうですよ。まず目は見ない。左斜め上45度です。こっちですね、こっち。まあね、本当にね、罪だよな。罪。神聖なものですもんね、なんかもはや。何が？え？何がですか？いや、やめましょう。これもツイッター行きになりますよ。そうだね、ちゃんとしない。ちゃんとしない。ちゃんとしない。ツイッター用でいい。ツイッター用になんかすごい。いや、ダメ。ツイッター用とか言ってるし、ダメだ。おふざけようとしてる感じが満載だから。ダメです。はい。ああ、まあね、まあ、変わらず上げていく感じですもんね、うん、YouTube は。うん。ただ、まあ、頻度的なものはどうなんですか？維持でする？いや、むしろ本当はやっぱり毎日更新が本当はいいのよ、はい、やっぱり、うん、それを目指したいけどね、本当だったら、うん、でもなかなかなんかさ、そうだよな、なんか変なツイッターみたいな動画撮っちゃったりとかしてさ、本数足んなかったりするから、ね、面白いのならね、うん、だからなんかそうなんだよ、今ちょっとその自分たちの中で、うん、それこそ受けるなというか、なんか多少はこう見られるだろうな、露出があるだろうなっていうような動画のものに対することと、うん、やりたいこととのこのギャップに苦しんでると、うん、そう苦しみ時期というか、そうですね、だからこっちをやってて、これはまあ真剣にやる、結局真剣にはやるんだけど、うん、なんか撮り終わったりとか編集し終わったりとかアップし終わったあたりでのそのテンションの上がり方がちょっと違う。そうですね、そこですよね。そこはやっぱりそれはさ、でもやっていかないとプロですから。そうですね。そうだね。やっぱプロとしてね。うん、そうですね。やっていくしかないんですけど。うん、そうですね。うん、そうですよ。やらないといかんですよ。はい。プロとして。なんかね、あれだね。そうだな。まあ早くバーンとね、登りたいですね。1万人ぐらいはね。どうやったらその境地に簡単に達することができるんでしょうね。どうなんだろうね。正直我々が今約3000人なんて4ヶ月そこそこでありえない数字だと思うんですよ。ああ、まあそっか。4ヶ月やって2桁とかさ。そうだね。そういう方の方が多いんだよね。大半を占めてるはずなんですよ。そうだね。4ヶ月でまあ3桁いったとか。うん、そうだよね、2桁とか、ね、まあ、ましてや何のそのなんだろう、あれもないからね、もともと素人だからね。そうですね、うん、確かに、まあ言ってるといえば頑張ってるといえば頑張ってるのか、うんうん、頑張ってるのかな、頑張ってる気はしないけどね。確かに、まあね、なんか楽しくやってる、楽しくやってはいますね。楽しくはやってはいるね。寝ずに編集してるけど、うん、そう寝ずに編集はしてるけど楽しくはやってるね、うん、うん、面白いもんね、やっぱりね、うん、そうだね、なんだろうね、なんだろう、そのバーンっていく、バーンっていったじゃないですか、はい、ある程度、ね、一瞬バーンっていきましたね、うん、1ヶ月で1000とかね、うん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 、だけどもう1回このもう1回バーンっていうのってね、うん、
どうやってやったのね。あれどうやってやったらバーンってなったんでしょうね。あれなんでバーンってなったのか分かんないよね。分かんない。そう、アナリティクスのデータを渡して分析してくれる会社みたいなところに出してみます。そんなのあるの。ある。あるんだ。金取るけど多分ありますよ。へえ。それはこうこうこういうことが重なってこうなったんですよってことがあるんだ、うん、じゃあ見えてくるってことがあるんだ、うん、全部一回ありとあらゆるデータ引っ張り出して、うん、アクセスで分析します。アクセス、うん、何があった。うっせーの始まるのかな。うっせーので分析こう蓄積しときましょう。はい、データを。あ、そうなの、うん、そういうのがある。そういうのがいい。やりたいなとは思ってます。データデータ分析ね。データの分析。うん、まあでも戦略必要だもんね、絶対。うん、そうなんです、うん、そうだよね、うん、データか。それ苦手だからな、うん、やっぱね、そうだよね。そうなんですよ。チャンネル登録者数って意外と大事なんですもんね。意外と大事ですよ。やっぱ登録者数と視聴時間ですからね、うん、YouTube 先生が重きを置いてるのが、うん、そうですね。そうなんですよ。そうそうそう。見る側の人も5万人のチャンネルと3000人のチャンネル、価値は5万人のチャンネル見てる方が価値が高いだろうからね。そうですよね、うんうん、そうだよね。それだけ多くの人に見られてるチャンネルだっていう認識が与えられるんで。そうですよね、うん、100万人と3000人じゃ絶対100万人だもんね。そうです、そうです、そうです、うん、そりゃそうだよな、うん、どうやったらいけんのかなと思うよな、うん、本当にね、うん、まあでもなんかね、そんなになんかギャーンってならない方がいいらしいよ、やっぱり。じわ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 言ってる方がいいとは言われてるけどね。そう、でもそのじわじわ感が、なんだろう、その例えば10のじわじわでも100のじわじわでも、うん、1000のじわじわでもじわじわはじわじわなんですよ、うんうんうん、それこそ急にさ1000のじわじわだった人が、うん、10万とか、うんうん、なったら急に来てるんですよ、うんうんうん、10のじわじわの人が10、10、10、10、1000とか来たら、はいはい、来てるわけですよ、うんうん、だからそのじわじわ感の率を上げたいよね、うん、そうですね、うん、そうだね。そうなんですよね。そうだね、うん、タイトルとサムネイルだなんてよく言いますけどね。まあまあそうですね、うん、サムネイルはね、どうなんだろうね。サムネイルももっと考えた方がいいですかね。サムネね、僕のあれかっこいいけどね。かっこいいんじゃダメなのかね。でもさ、あの感じってか、お酒って難しくて、うん、酒と日本語マジ合わないのよ。確かにそうですね。そう、この洋酒と日本語ってマジダサくて、うんうん、ちょっときついのよ。そうですね。俺のなんかプレゼントもらいましたってこう顔出してて、で俺が映ってじゃ多少、うん、で日本語は合うんですよ、うんうん、そうで、インプレッション率もぶっちゃけてそれの方がいいのよ。そうですね。そうだけど、じゃあこれを写真撮ってさ、岩ちゃん綺麗に撮ってくれんじゃん。で、あれに日本語当てるとさ、うん、マジでインプレッション率低いんだよ。そうなんですよね。そう、逆にクリック率か、うん、そう、クリック率、インプレッション数としてはあるんだけど、数としてはあるけど、クリック率は低い、クリック率が低い、低いんだよね。でもそれだけニッチなカテゴリーになるのかな。ニッチであると思う。アイラウイスキーとか、うん、まあそうね、リキュールとか、うんうんうん、酒って時点でニッチはニッチだよね。まあ、そうですね、うん、一回なんかさ、うん、あのやっぱ三ツ矢サイダーみたいなやる、普通にやってみる、うん、土のバー研究してようこそとか言って、うん、今日は、はい、あの大好評いただいております、はい、あのシリーズですとか言って、はい、僕が今度はスプライトです、はい、その真剣に笑ってはいけない、笑ってはいけないんでそれは一本でやる。1本、それがメイン。冒険だな、冒険だよ。酒関係ねえんだもん。はい、水やったらどう。水やってみる。水テイスティング、ボルディックとか。ああ、いいですね。チョイスしてすごいよ。すごいね。すごいと思うよ。すごいね、うん、こいつらアホやな水入れたぞ。それくらいの
まあおふざけはもう全然ね。そうだね、全然ありなふざけ方ですもんね。ふざけてますっていうしかないよね、うん、そうですね、うん、それも面白いかも。まあ入り口としてはいいかな、うん、入り口としてはいいかもしれないですね。あれ誰得っていうね誰得ではない、全く得しないね。そうですね、うん、水で割ってるよみたいなね、うん、よくわかんないことなのね。お茶を飲み比べるとかお茶か、なんだろうね、そういうところの需要が見えてくるとできなくはないか。あでもなんかすごい、うん、そういう新しいソフトドリンク系が伸びてて、うん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 、でそれをなんかちょっと気になってる人たちが多いっていう感じだとまあいいのかね。そうですかね、うん、バッテリーがないっぽいです。あ、そうですか。じゃあそろそろ取れてたかな。大丈夫だね、カウンター回ってるんで、うん、そろそろ、ちょうど1時間ですか。あ、そうですか、結構やりましたね。やりましたね、はい。まあ、いろんなちょっとこと試しながら、うん、また楽しいものを届けられるように、はい、頑張ってまいりたいと思います喋れねえ最後に喋れねえはい、はい、というわけでじゃあ長らくお付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございます、はい、またそれではお会いしましょう。